ジェームズ・ローレンス・オア・ジェームズ・ローレンス・オアは、アメリカ合衆国の政治家。1857年から1859年まで、第26代アメリカ合衆国会議長を務め、1865年には、高選制で、最初のサウスカロライナ州知事に選出された。1822年5月12日、オアは、サウスカロライナ州クレートンビルにおいて誕生した。 オアは1841年にバージニア大学を卒業し弁護士となった。オアは民主党に参加し、1844年から1848年までサウスカロライナ州会議員。1849年から1859年まで連邦会議員を務めた。1857年から1859年までは連邦会議長も務めた。オアは 連邦議会において、奴隷制の継続を干渉し、州の権利をこわだかに主張した。また、オアは南部諸州が連邦離脱することを予期し、州への忠誠を誓った。南北戦争が勃発すると、オアはサウスカロライナ州のライフル連隊を組織し、指揮した。オアは1862年に連隊を離れて、アメリカ連合国で上院議員となったが、その後も連隊は、 オアの名を掲げ続けた。オアは連合国の上院においても、集権を主張した。南北戦争が終結後の1865年、オアは公選による最初のサウスカロライナ州知事に選出され、1868年の任期満了まで知事を務めた。オアは、その後、1868年から1870年までサウスカロライナ州裁判所の判事を務めた。 1872年、オアは、ユリシーズ・グラント大統領から中ロシア公使に指名され、サンクトペテルブルクに赴任した。だがオアは着任直後の1873年5月、サンクトペテルブルクで廃園により死去した。オアは、サウスカロライナ州アンダーソンの第一、長老派教会墓地に埋葬された。ありがとうございます。